はい、おはようございます。今日は、着物の肌着ワンピースが、今日茶色ですね。はい、それと、ボタ織り長襦袢、こちらはギャラリーアンさんで作っていただきました。今ねこうやってあくびしてたんですよ。はい、襟が糸里さんのしま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 襟でございます。今日は11日かな、違った12日、はい、11月の12日、そっか12日か。はあ、土曜日でございます。ここ脇の下で押さえてます。でこっち持ってくるっていう感じですね。はい、あ、すいません、着物着るときほっとしてあくびが出ちゃうねあったかいからね、ふわーって気持ちくなっちゃうよね。お布団入る瞬間みたいになっちゃうんだよね。冬は特に寒くなってくるとこの1枚羽織った時のちょっとあったかいって、もう目が3になるぐらいふわふわふわってなる。はい、で今日はボタ織りの長襦袢にくるめがすりを合わせてみて、あんまモコモコする足さばきになるんやったら、網代襦袢にしようかなと思って、ちょっと旅行行く時のどっちにしようかな襦袢問題で。結構私ね、気づいたら、いや、ふわふわしたね軽い木綿の着物が多くって、自分が好きだからね。そしたらね、ボタ織りが結構一緒にふわふわするから足さばきがコトコトってなる時があって、あんまり動く時はあんまり向いてないんだなと思って、網代ももう一枚あった方がいいかなと思って、まあモスの長襦袢との相性は全然いいんですけど、しっかりね重みのあるやつとかね全然いいんだけどね。あと合わせの着物とかにもすごいボタ織り合うんですよ。なんか中がさ、ほら、あー眠い、今日あくび止まらない。あの中が伸びてくれるから、ボタ織りだと合わせて伸びないからさ、中がね動くとちょっと肩が楽なんですよ。動くっていうのはどういうダメなことだっていう人もいらっしゃるんですけどね、体は動くものだから一緒にさ少しぐらいゆとりがあって普通なんじゃないのかなとは思うんですけどね。綺麗に着ようと思うのは決して悪いことじゃなくていいことだと思うし、綺麗に着れたらいいよね。でも綺麗に着なきゃ着物は着ちゃいけないと思ったら着れなくなるよね。最初から100点の人なんてどこにもいないんだし、着物で生きてきた人たちじゃないんだしさ、日本人だってさ。だから綺麗に着たいと思うのは悪いことじゃないし、いいことだし、目指したっていいと思うんだけど、それを強要するというか、そうなければなりませんっていうのは違う気がする。うん、くちゅっとなっとったっていいと思う。
最初のお出かけの時に襟があんまり出なかったなとかさ、エモンが全然抜けなかったな、なんか背中がすごく熱かったなとかね、首にめっちゃ汗かいたなとか、それはね、あの襟がくっついてるからなんですけどね、そういう思い出っていいじゃん、愛おしくって。それをね、最初からこうしたらいいよ、ああしたらいいよっていうのは私はあんまり好きじゃなくて、まず着物を着てお出かけして、なんかいつもと違う、洋服とは違うところに目線が行ったりしてね、景色が違って見えていいなっていうのを感じてもらえた方が大事かなと思うし、そっからですよね。この間の波蔵ちゃんじゃないけど、波蔵ちゃんだって普段に着物着てもどんだけ立ってるんだろうっていう感じなんだけど、自分でおあつらいもね、木綿の着物してるし、ちゃんとサイズいいやつ着てるんだけど、それでもやっぱりちょっと自分の体の癖で納得しないところがあって、それで聞いてきてくれて、それで答えがあって、でも最初だと逆にね、言っても伝わらんのじゃないかなと思うんですけれどもね。まああの道着の帯とかもそうなんですけど、まあ紐はねじれていたら体が痛くなりますね、まず。そしてやっぱ着物は特に、女性の着物は特にですね、あの一回ここにクッションが入るので、折るっていうのが入るので、本当に体をまっすぐ立たせた時に、お腹へっこめて立たせた時に床に水平に紐が行くように、この線がね、下に下がってたり上に上がってたりしない、まっすぐっていうのが一番この帯をつける前の状態で大事ですね。で、伊達締めよりも、まあ、腰紐ですね、大事なのは腰紐の線がまっすぐであること、まっすぐ、ここが下がってる方が、無意識のうちにね下がってる方がとても多いです。ここにシワが残る方は大概ここが下がってますね、はい。なのでここにシワがすごい残るっていうかね、上にちょっと座ったり立ったりするだけで上にあのここにたわみが出ちゃったりとか、あとはまあ動いてる間に前がなみなみになっちゃったりとか、下前が落ちてきたりとかっていう方は、だいたい腰ひもがまっすぐじゃない、お腹のところ上になってて、知らない間に下に向かって腰ひもやってる時がありますので、そこら辺それちょっと気をつけたら快適に暮らせるんじゃないかなと思いますね。で、今日はこちらは富士工房さんの帯です。はい、富士工房さんが作ってくれた、菊池今さんが書いてくれた手ぬぐいのね、帯でございますよ。はい、これはね、あのもたはんさんの、もたはんさんもね手ぬぐい帯のプロなんですけど手ぬぐい帯のプロってパワーワードだよね手ぬぐい帯のプロなんですけど、もたはんさんのと違って、帯芯が入っているタイプです。はい。なんかね、あんだけ突き抜けてるとかっこいいよね。だってあの、町の呉服屋さんでさ、中入りました、お店の一番目立つ真ん中のお客さんが来た時に最初にパッて目に入るところに手ぬぐい半幅帯、
でちょっと奥入ったらやたらガラタビっていうね、なんか私が着物始めたなりの頃そんなお店あったらいいよなって思ってたお店になってた、知らない間に。でオリジナルの商品あるんですよって言ってほこほこその手ぬぐい帯とかレースの着物とか、そこのレース工場で織られてる生地でみたいなねこれいいんですよ洗えるからみたいな羽織とかね、いいお店だよね、もう突き抜けてるよね、そこまで突き抜けてたらもう面白いよね。でこちらはあれです、富士工房さんなのでいろんなお仕立てができるお仕立て屋さんの手ぬぐいやまあこれは本当にコラボなんで普段はね作らんのです、富士工房さんは手ぬぐいで帯は普段は作らないんですけど、まあ、私とのその私とコラボした手ぬぐいで作った今さんの描いてくれた絵で作った帯っていうことで出したっていうだけなんで本来は ないんですよでこれ色違いでもう1パターンありますので、もし持ってらっしゃる方、あちょっと色違うなって方もいらっしゃるかなとは思うんですけれども、そうなんですよね、ちょっとやっぱ言ってちょっと私には長いかな、いつもよりいろいろなところ長くしたけどいけるかな、いけるかなこれで、手が長い、全体的にちょっとピヨンピヨンいろいろ出てるね、ちょっと折ろうか、ちょっと折ろうか、折るならもうちょい短い方がいいな、なんかねコンパクトな方がこういう柔らかい帯っていうのは扱いやすくて手やタレがね、私みたいに微調整必要な方は適当に飛び出たところ折っちゃったらいいからね、内側とか外側とかに。でまあ心配落ちてきそうとかね、そんな心配はしなくていいかなっていう感じはするね、なぜなら手ぬぐいが軽いので落ちてこないんで、でだいたいねここを折っても帯締めでちょっと押さえるので手もタレもだいたい大丈夫です。で手が長くってビヨンってなりそうだったらこっち側ちょっと緩まして、こっち側ちょっと緩ましてあげて、なるべく手がピョンって出ないようにギリギリ出るぐらいに調整すると割に強くなりますんで、ちょっとのことなんですけどね。それでもここねペロンってなるんだよね、角度なずらしとるいいかもしれんね。てか私は自分で少し切ればいいんだよね、ちょっと長いからね。なんかね可愛い不安とした結び方とかも線からねピタッとしたやり方の方が好きやからね、どっちかっていうと。はい今日こんな感じです。まあ言うてパン屋んで仕事場に出るときにねふわふわしとったらまんで邪魔なんですよね、なんで そんな結び方はしては出れない。まあお太鼓の枕ですら邪魔ですからね、お尻
お尻よりも出てたら通れないっていうぐらいね、狭いんですよ。お尻もね、こうやってお尻合わせでね、すれ違おうとしたらね、スッてこう挟まるぐらい狭いとことか、前の店とかね、あってね。だから、自然とね、背の高い人はお尻上げて、背の低い人はお尻下げて、こうやってこう、女性同士だからね、すり抜けるみたいな、それぐらい狭い場所が、前の店はね、結構あったんですよ。売り場の方もそうだし、作る側の方にもあって、なんで男性が来ると邪魔、厚みがあるから、なんで女性ばっかりでちょうどいい職場でしたね。別に男性来るなとは言ってないんですけれども、マネージャーより体の大きい男は入らんでほしいねっていうぐらい、それぐらい、まあ、本当に小さい店なんですよね、中が。今も結構小さい店なんですけど、今の方がまだ動線が複雑に折れ曲がってないので、まだいいかなっていう感じがしますね。あと手渡しで流れていったりもできますし、はい、そんなね、そこら辺もっとね改良したかったんですけど、やっぱいただいた土地面積問題があって、これ以上広くできないっていう、ジレンマでしたね。もうちょっと広くしてあげたかったなっていうのはあったんですけどね。はい、で今日はこんな感じでございます。なぜ今日土曜日なんで店行くんですわ。はい、ですね、糸里さんのエリア本当にね、このね黄色赤のこれはね、本当にさ、あれなんですよ、めっちゃいい感じで浮くんですよ。目立つというかね、ちょっと黄色すぎて浮くなみたいな、パーってなるんやけど、着るとすごい肌なじんで、なんていうのかな、襟元明るくなって、明るいからこそ締まる。いろんな柄とかいろんな色とかある着物を、油彩色でこんな膨張色なんだけど、しっかりここがすごく目立つから、こっちに意識がいって、クッと着物が締まるっていう効果がありますね。はい、で着物は富士工房さんで作っていただいた、クルメガスリです。このクルメガスリが欲しいと、こうヨシピロ君に何かを送っていたらしく、仕入れてくれました。はい、そして長襦袢はボタ織でございます。はい、で帯が富士工房さんの半幅帯。はい、でとりあえず店行くんでね、トントンバージョンにしましたよ。パンパンちゃんもあるよ。はい、かわいい。はい、で旅が今日も寝る旅です。はい、毛糸玉の旅です。はい、あ、今日なんか飛行機が風が強いのかな、上が、耳がバクバクする、飛行機飛ぶたびに。はい、で頭周りが付け下げのシュシュにしました。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、帯締めね、紫、ひびひものぶどうでございます。はい、まあそんなにもガチャガチャにもならん感じですね。もう結構ね、もめんもめんで慣れてるからかもしんないですね。はい、まあこれでやっぱあれですね、この子を羽織っていくっていう感じですね。もう最近ずっと11月いっぱいはレースの羽織なのかもしれませんな。ちょっと夜寒くなったら、ショール首に巻くぐらいで、まああと手袋はまあ常に持ってるんですけれども、手からね、じんましん出やすいんで、冷えるとダメなんですよ。ほんとダメなんですよ。あーってなった時に、ブワーってくる恐怖。うわー、怖いですね。怖いですね。痒さが止まらないですね。もう痒くなったら終わりですね。はい。そういうのにならないように、常に持って歩いております。小さい、こういうね、ずっと使う時じゃない時。で、まあ寒がりというか、私みたいに体冷やしたらやばい人は、まあ持ち歩いて邪魔にならない手袋、マフラー系は必需品だと思うんですけど、やっぱそこも絹は
かさばらなくていいですね。今あの使ってる上田紬さんのショール、前に軽井沢の、フリマのイベントに行った時に上田紬さん着てて、ショート丈のねショール、マフラーぐらいの長さですね、買ったんですけれども、まあ、非常に小さくできるのでカバンの中に突っ込んどけるっていうのは楽ですね。手袋も奈良の会社でね絹の手袋があったんでそれを今使っております。ショート丈の手袋です。こういう時は本当にね常に使うとか常にいるようになるとしっかりとした手袋になってくるんですけど、あの使う日使わない日あるけど外で急に買い物してる途中にああダメだっていう風になった時にカバンから出せないと私の場合全然意味がなくって、なので場所を取らないものも必要なんですよ。はい、それで使っておりますね。はい、どこの会社だったかな、奈良の会社で、何だったかな、555、まあ、出てこないや。はい、まあ結構いいそれも手袋だったんですけどね、まあ、また今度あの気が向いたらお伝えしようかなと思いますけど、はい、こんな感じでございます。インスタしてるとねいろいろな会社の広告が出てきて、ああこういうニットの商品もあるんだっていうのがありますね。うん、今ニット商品すごいいろいろ出てきますけどね、ニット商品といえば佐々木さんですよね、工事佐々木さんのニット帯ですよね。あのそうなんですよね、あの閉めたいなと思ったんだけど今日も今日で店出るしなと思ってね、じゃあやめようっていう感じだったんですけど、ニットの半襟をねちょっといただいたんです。試しに使ってみてって。相当あったかそうだよねだって薄くても手袋十分あったかかったもん。ニットもニットの半襟だったら相当あったかいんだろうなと思ったけど、ただそのままつけて洗えるのかなって、あのそれはおすすめできないですっていうことはあのもう手洗いでみたいな感じで書かれてたんですけど、できれば、ね、つけたまま洗いたいよなって思うのが女心でございます。何の女心だろう。それで、まあ、ちょっとね一回つけて洗ってみて、ダメだったらまあ外してアイロンかければいいかなとか、ね、いろんなこと思ったりしてるんですけど、はい、んな感じで今日は過ごしたいと思います。まあ、いろんなことを思ってます。いただいたのになんか悪さを考えているという感じでございますね。はい、まあ皆さんもここからガッガッガッと寒くなってきますんで、手首も首もね、冷やすとね厄介なんで、携帯できるそういう脱着式の暖かくできるものを持っていらっしゃると便利かと思います。また車でね移動する方はともかく公共交通機関乗られる方は必需品だと思うので、ぜひちょっと早めにカバンの中に入れて、なので冬はどうしてもカバンが大きくなるんですよねもこもこしたものを入れなきゃいけないからしょうがないんですけどね。はい、そんな感じでございます。はい、そんな時にね旅行に行って私はどれだけの荷物になるんだろうっていう不安がありますけれどもね、多分九州って言ってももう今の時期そんなに気候もそこまで変わらない気がするけどね、最低気温がここよりは低くならないかなっていう感じはあるんですけどね。かといってそのこっちが最低気温の時間帯私が外に出ることがほぼないんで、引きこもりなんでだってだいたいさ毎日8時だよって言ってさチャットに入ってるじゃん、それ家にいるからなのね。だから家にその時間いるっていうことなんですよ。もう寒くなって日が暮れたら家にいるわけですよ。はっくんとののちゃんと一緒にねあのご飯もあげなきゃいけないし、あの大事な時間でございますなのでそんな遅くまで外に出たことってあんまないんで、あの寒くは感じるだろうなとは思いますね。そうですね、この前ダブローさんとさっちゃんと兼六園行った時かな、わあこんな遅くまで外にいるわって思ったの。まだ少林寺ね通ってた頃は毎週金曜日
帰りが10時11時ぐらいになってたんですけれども8時ぐらいに出てなんでね、まあそれもうずっと行ってないので、肩を壊してからなんで、そうですね、久しぶりですね、お外にいるっていうのがはい、どんな引きこもりなんやって感じですけどね。そうなんですよ引きこもってるんですよ、いつも。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、もしかしてまあ九州行って、クルメガスリを見て、クルメガスリが増えるかもしれんね、着物のアイテムでね。でまあ結局なんかクルメガスリかもしれんって言っとったステンドグラスみたいなね、古今堂さんで見つけた木綿のかすり着物、あれは伊予がすりだったというあの子はね判明したと。まさかの伊予だったと、あらあらみたいなね。でもあれはもう間違いなくそうだろうなと思いますね。反物で伊予がすりっていう証紙がついたものがネットで販売されてて、それと全く同じだったんですよね、柄も。そしてあのクルメガスリとやっぱ着心地が違うんですよね。もっと涼しいというか、うん、もっと高温多湿でもいけるみたいな感じなので、ああ四国の生地なんだっていうのがすごく、まあボタン織りも四国の生地ですけどね、最高ですけどねあのクルメガスリはもっとふわっとしているので、ちょっと違うなと思ってたんで、ああなるほどなと思ったんですけど、クルメガスリも私あんまり知らないので、千織さんにもいろんなね織り方の生地があるのと一緒で、遠州木綿といっても様々あるのと一緒で、クルメガスリといっても様々あると思うので、またあの見せて、織本さんって見せていただいて、楽しく知ることができたらいいなと思っております。前髪が伸びてきましたねはい、顔がどんどんなくなってきますねこれね。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、それでは皆様良い一日を。これはもう軽すぎて生蔵遊び。登録はこちら。